一番最初にね入った人が若いお父さんでしたね。若いお父さんがね、突然彼女の口からね子供の名前を言い出し叫び出したんですよ。若菜若菜若菜のところに迎えに行かなくちゃダメだ、迎えに行って助け出さないといけない。とにかくあなたは今どこにいるのって言ったら、俺は今わからない、ただ光も何も見えない、おそらく海の底の方だと思うって言うんですね。いやそんなことないから、とにかく光を見つけてね、光の方に向かって歩みなさい、何回かこう押し問答するわけなんですよね。お前は一体その俺をどこに導こうとしてんだ。いやあなたはもう死んでるんだ。何、俺は死んだのか。女の子の中から出てきた人たちの名簿です。地震が来て津波が押し寄せて、たくさんの人がねその津波にさらわれて亡くなったんですよ。どれくらい亡くなった？2万人近く亡くなりましたね。わーっと泣き出すんだよね。そんなに死んだのか。あなたはその中の一人なんですよ。